戦場特別試験で勝つ気満々の堀北さん。だけど明らかな実力不足が露呈していく。マヌケにも次々とトラップにかけられて大ピンチになってしまう。お色気シーンに頼ろうとするけれど魅力がなくて不発。どこまでみんなの足を引っ張る気なの堀北さん。クラスのお荷物だよ。次回堀北さん退学す。傷ついたクラスを癒す私の孤軍奮闘に全員が涙する。あなた次回予告がしたいんじゃなくて私をバカにしたいだけなの。今頃気づいた。本当の友人ができないタイプだ櫛田さん。ありがとう。でもその言葉はそっくりそのまま返させてもらうね。次回本当のタイトルは最高の魂。この上ない悪徳と極限の美徳を発揮できるよ。